ねずっともめちゃんです。今日はですねドンキーコンググッズを全部紹介します、イエーイってことで、あとちなみにこのおめめ TV ではこれからもユニマの最新情報をお届けするので、ねえねえチャンネル登録、グッド評価、コメントお願いします。で昨日の12月27日からドンキーコングカントリーの先行体験が始まったんですよね。で僕ね昨日ね早速ね体験してきたんですけども、めちゃくちゃ面白かったんですよ。でこのねドンキーコングカントリーの紹介とか感想に関したらまたドンキーがオープンしてからね投稿予定なんで、でね待っててほしいですけども、ドンキーコングカントリーにはファンキーコングのフライ&バイというねドンキーグッズ専門店があるんやけどさ、そこでもねもちろんドンキーグッズが売ってたんですけども、昨日からですねスーパーニンテンドーワールドのスーパーマリオランドにあるワンナップファクトリーでもねドンキーグッズがね発売されてたんですよね。で俺ね見る限りによるとファンキーコングのフライ&バイに売ってたドンキーグッズがですね全てねワンナップファクトリーに売ってたんですよ。でそれだけじゃなくてフライ&バイに売ってなかったグッズもねワンナップファクトリーに売ってたんですよね。だから今回ですねワンナップファクトリーに売ってるねドンキーコンググッズをね全部ね見に行きますって言いながらですね、フライ&バイに売ってたグッズもね全部売ってたってことは、まあドンキーコンググッズ全紹介って言った方が正しいかなだからぜひねこれからねユニバに行く予定の方はこの動画ね参考にしてください。じゃあ早速やっていきます。で早速ね行くんですけども、その前にこれ見て、相変わらず最高の世界スーパーニンテンドーワールドで、ドンキーグッズが売ってる店はですねこちらのワンナップファクトリーですね。じゃあ早速入っていきます。でまずはお菓子とかやね。でこれはね前から言ってるやつよね、チョコの味がして絶対にこれは当たりやで。これが新しく発売されたやつだね。でこれスーパーマリオランドとドンキーコングカントリーが一緒になってスーパーニンテンドーワールドってことだからね、めちゃくちゃいいなこの服も。でこのトートバッグも新作よね。でこれさリリーコングいるやんか。でこのリリーコングねほんまにねこの紐でねぶら下がってるんよ。だからほんまにねドンキーのゲームに出てきたような感じにできるよね。めっちゃおしゃれ。このマグカップめっちゃおしゃれやな。柄はスーパーマリオランドとドンキーコングカントリーやけど、このね中の柄がですねこれがもうドンキーコングカントリーになってるよね。これはすごい、めっちゃいいやん。
やっぱり出るよね、ドンキーコングのぬいぐるみってことで。出てんのはドンキーとディディーコングだけか。あ、ディクシーコングとかはいないんやな。まあ今後出るかもしれないけど、めちゃくちゃ可愛いなこのドンキー。何この口の形、めっちゃいい。みんなこれ見て、この時計、うわ、ぼやけちゃった。この腕時計めちゃくちゃかっこよくない？ドンキーのクレイジートロッコ乗ってるドンキーとディディと黄金の神殿。めっちゃいい。色も黄金に輝いてるわ。これめちゃくちゃいいな。コレクションキーチェーン。いやー、ドンキーのゲームね、やってた身からしたらこれはね絶対買う。これドンキーのペンケースみたいなやつかな。このね DK バレルからちょこんで出てるドンキーかわいいな。ひょっこりはんみたいで。やっぱこれ出るよね、ドンキーのトミカ。もうクレイジートロックのトミカやから、もうこれ激アツやね。このポーズのドンキーめっちゃ好き。もうスマブラでたまに見るよね。ドンキーとディディのぬいぐるみめっちゃ種類あるやん。すごく種類の数が。でこれがね、ちょっとカッコつけてるディディコングっていう。めっちゃいいな、このクッションかな、これおそらく。で、この下がね、ティッシュケースやけど、ドンキーのクレイジートロックになってるんよ。
あのスーパードンキーコングのトロッコのステージ思い出すな。あれで俺何回死んだか。巾着も出たんや。めっちゃかわいい。しかもこれ2つついての値段やからな。めっちゃいいやん。でこれも前から売ってるやつだね。樽のお菓子とバナナ乾燥バナナ乾燥言ってないや、ドライバナナや。うわー、ついに出たやな、ドンキーとディディのパープバンドも。いやー、俺もね、これね、ドンキーコングカントリーが本格的にオープンしたらね、どっちか買います。はい、じゃあね、ドンキーコンググッズね、見てきました、イエーイってことで、でもちろんですね、今回ですね、僕ね、欲しいグッズがあったんでね、購入品紹介ね、やっていきます。で、まずはですね、バーン、やっぱりこれよね、ドンキーコングのトミカということで、これはですね、新アトラクションのドンキーコングのクレイジートロッコのトミカになってるんですよね。じゃあこれちょっとね、開けていきます。よいしょ、おすごい、めっちゃいい。こちらですよね。いや、めちゃくちゃ良くない？いやー、それこそあのスーパードンキーコング思い出すよな。俺が思い出すのはさ、スーパードンキーコング2で、外国っつみたいなお化けがね、追いかけてくるステージがあるんですよ。あそこで何回もね、俺たち死んだ記憶あるわ。で、これトロッコやったらしっかりと、イエーイ、めっちゃいい。早速こういうね、アトラクショングッズ出すのは、やっぱユニバのいいとこよね。いやで、このね、後ろ姿めっちゃかっこよくない？なんかほんま、両津柑橘みたいな後ろ姿がめっちゃいいよな。いや、最高。これぜひ買ってください。で、次はですね、バーン！ランビのグッズっていうことで、で、このランビやけどね、まあ、スーパードンキーコング1と確か2に出てくるアニマルフレンドのキャラクターで、スーパードンキーコングやったらね、一番最初に出てくるアニマルフレンドなんですよ。だからもう一番有名ですよね、多分おそらく。で、このグッズやけどさ、ドンキーコングカントリーにはドンキーコングみたいな樽を叩くアクティビティがあるんですよね。で、そのアクティビティやけど、樽がね、交互に光るんですよ。で、交互にね、樽をね、リズミカルに叩くっていうね、アクティビティがあって、成功したらここの箱からね、ランビがバーンって出てくるんですよね。で、そのアクティビティをね、モチーフにしたグッズよね、これは。で、おそらくね、これ左右ね、押したらランビが出てくるけど、ちょっと見ましょうか。ドン。ほんまに出てくる。ドンキーコングカントリーのアクティビティもね、成功したらこんな風にね、ランビがバーンって出てくるんよ。でもこのランビよく見たらさ、下半身がないっていう。まあそれも良さかな、ある意味。しかもこれさ、出てくる瞬間めっちゃ首振るんやね。いや、それも面白いよね。で、俺一応ね、このアクティビティさ、ちょっとやってきたけどさ、俺失敗したんよね。ほんまにね、リズムよくね、叩かんかったら成功してないから、なんか思ってる以上に俺的には難かったなと思った。で、これはね、また詳しい動画もね、またね、上げるつもりなんで、また待ってください。でもこれはめっちゃいいよね、ランビ。で、ラストはですね、やはりこれですよね、バーン、ランダムキーチェーンということで、全てで8種類入ってるんよね。で、この中から何で出るかって感じで、俺的にはね、やっぱりリリーコングが好きやから、リリーコングも出てほしいし、もちろんドンキーも好きやから、ドンキーも出てほしいね。あとディクシーも好きやから、ディクシー出てくれても嬉しいわ。うん、で、あんま俺この豚のキャラクターあんま知らへんね。でもこの豚のキャラクター以外出てくれてくれたら嬉しい。開けていきます。ドン、あ、まだやった。ドン、おお、まさかランビが出るとは。普通にこれは嬉しい。ランビなんか一番有名なアニマルフレンドやからな。だから俺ランビグッズ2つ揃ったね、こんな感じで。これは嬉しいな、ほんまに。
めっちゃいい。でこのランビやけどさ、確かさ乗った時に A ボタンを押したら足でもうなんか馬みたいにコキコキコキするよね。で A ボタン離したらもう全力疾走で走っていくんよ。でそれでいろんなものがねバンって壊れていくよね。でこれ走ってる姿はね、そのランビが、いやー最高。はい、じゃあ今日はですねドンキーコンググッズをね全部ね紹介していきました。でドンキーがですね2024年の12月11日の水曜日にオープンするけど、またドンキーがオープンしたらですね、この OMTV ではドンキーコングカントリーのね詳しいね紹介動画とか、あとはドンキーコングカントリーのね攻略動画もね上げるつもりなんで、ね、で引き続きねチャレンジとかグッズ評価、そして通知ボタンもお願いします。じゃあバーイ。